コズミックイラ71、地球連合軍は地上におけるザフト軍最大の基地カーペンタリア制圧を最終目的とした88作戦を発動していた。その第一弾としてビクトリア基地よりモビルスーツ部隊を軌道上に上げ、大気圏外から突入させるエアーズロック降下作戦を決行。その中の甲一点、大西洋連邦所属レナ・イメリア中尉、カリフォルニア士官学校の教官であり天性の感覚を持つパイロットである。彼女が教習用のモビルスーツを乗りこなす様はナチュラルとは思えないほど卓越したものであった。また彼女は G のパイロット候補生たちを指導する立場にも当たっていたが、ヘリオポリスの崩壊により彼らを失うこととなってしまう。この事件はレナの感情を高ぶらせ、彼女を前線へと駆り立てるきっかけとなった。私は戦う、失ったものは帰らないと分かっていた。これ以上誰も失わないために。イメリア注意、全機無事目標ポイントに降り立ちました。それではご分をお祈りしています。レナ教官。イメリア注意でしょ。あ、つい士官学校時の癖で。それにオペレーターが不安そうな声を出してはいけないわ。戦場で兵士を支えるのはあなた方なんだから。あ、すみません。いや、美しい指定愛だね。あなたは。こりゃ失礼。今回の作戦でご一緒させていただきます、エドワードです。お見知りおきを。あなたがあの切り裂きエド。その名前で呼ばれるのは照れますね。名前ほど凶暴ってわけじゃないんで。今回は航空教習モビルスーツレイダーで上空から支援させてもらいますよ。了解、頼りにしてます。お二人ともご分を。では出撃するわ。出撃します。よろしいですか。レナ・イメリア、発進します。さあ、かかってらっしゃい。戦い方を教えてあげるわ。このままではやられる。ぜい、そこか。脱出する。もうやったな。なんてやつだ。待て、脱出する。シュート。なんてやつだ。そこだ。やった、脱出する。いや、うわ、直撃された。そこね、押され、脱出する。直撃された。
シュッ、バカだ、やったな。新型のラゴン、いきなり3機とは随分サービスが行き届いたのね。あなたには一から訓練が必要ね。俺たちの動きについてこれるか。喧嘩しています。この三人隊の攻撃かわせない。捕まえ、バカな、俺たちの攻撃を。よし、フォーメーションしよう。いいな、フォーメーションが破られた。うわあ、そこか。えい、落ちな。そのくらい攻撃。あなたには一から訓練が必要ね。行きます。なんて火力なの。機体ダメージ、危険です。なんて、やったわ。私たちの地上をザフト軍にくれてやるわけにはいかないのに。敵全軍撤退。エアーズロック降下部隊は直ちに帰還してください。了解、国外へ移動します。レナ卿、ああじゃなくてイメリア中尉、噂に聞く高速の戦闘拝見させていただきました。無事の帰還何よりです。オペレーターの助言があってこそよ。感謝するわ。その後各部隊は内陸から南へと進攻し、カーペンタリア基地は地球軍によって制圧された。88作戦の成功とともに階級昇進したレナは、後のプラント本国を最終目標としたエルビス作戦にてモビルスーツ部隊指揮官に任命された。そして戦場に閃光の花びらを舞い散らせる乱れ桜を二つ名として戦争終結までその身を前線に投じるのだった。